宿本からのってやつだと、どうしみそ貸し元全然違います。よだよ。今日はですね、東京の表参道の裏側、通称裏参道に来てるわけですけども、はいはい、初めて来てる。ちょっと怒っていいですか。舐めてるでしょ。何何これ、な何これ、何これ、君たちね、スーパースターなの。分かってる。どんな感じ。こんなこと言ってんだよ。 YouTuber ってのは今となったよね、俳優と同じなのよ、もう。大きく出るね。変装しないでこんな格好でいてね、見つかったらどうすんの。クラスの人気者じゃないんですか。そんなレベルじゃないの、ハリウッドさん。そうなんですか。ダメよ、もう。本当じゃない、やばいやばいやばい、あ、やべ、やばいやばい、どうかる、え、カリクラ、やばいやばい、どうも、あー、どうも、これ見たことか。おい、お前も、おい、俺たちスーパースターだ。実感したことでしょ。どうやらどうやらそのようだな。しかしですよ、そこで俺はね、変装してほしいなんて言って、言ってほしいよ、言ってもらいたいわけじゃない。何が言ってんの。変装してほしいわけじゃないの。わざわざ出てるスター感を消してくれなんてそんなことは言わないよ。自分のしたいおしゃれをしながらも、うん、見つからずに生きていく、そんな術を身につけてほしい。ってことで今回ですね、若者の街原宿、まさに YouTube の視聴者層のがっつり当てはまるところがたくさん集まる、なんと今日日曜日夕方、その竹下通りをこの格好で歩いて、全部じゃなくてね、一部歩いて見つからずに生還することができたら、なんと Twitter のフォロワーかける1円プレゼント。なるほど、すごいよ。なるほどね、なるほどね。まあ難易度に比例するんだね、じゃあね。そう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 、うん、知名度があればあるほど難しいけど金額はでかい。俺じゃあ泥臭く3万取りに行く。堅実に。って言ってもこれだからね。これで言うと正直俺帽子かぶっちゃえば俺が一番いけるんじゃないかって思うわけですよ。もう今回ね、自分のおしゃれを殺さずに行きましょう。はいはい、竹下通り行きましょう。スタート。行ってきます。まあフォロワー3万人ですからね、いけますよこれは。え、これ賞金あるぞ。いけそうじゃないかな。ということでここまでです。無理です。え、無理。7人ぐらいに囲まれました。囲まれた。残念ながらスターのため3万円獲得ならず。無理か。これ無理だったら絶対無理じゃん。だってじゃあ、じゃあ行ってこい。降りてきます。7万だろ。7万、よっしゃ。7万円獲得確実ですね。確実。あれあれ、すいません。7万獲得。まさかの7万。今一旦半分で許して3万5000。7万円分の人気のなさです。なんか嬉しくも悲しくも、ね、喜べねえやつだ。それじゃあ行ってきます。いらっしゃい。フォロワー23万。さあどうなるでしょう。みこしがすごい。みこしがすごい。追い越せない。追い越せないんですか。え、しかもインカメですか。インカメ、これインカメっていうのかな。すみません、映っちゃいました。いいっすよ。逆に映って大丈夫ですか。逆に映って大丈夫です。本当ですか、よかったです。やばいよこれ、みこしのせいで全然バレない。もう出口あそこなんですよ。これあるな、23。今何て言いました。わからないと信じてた。どうもです。最後は哲也ですけど、哲也君が、あれあれあれ、哲也、あれ哲也どこ。全然いない哲也。あれ前衛的おしゃれおしゃれを我慢するのは良くない。スター性を出しつつもなおかつとどめる、それが本当のスターです。なるほど。絶対にバレないからな。俺に52万円のご褒美を買ってやるぜ。さすがにいけるでしょう。原宿なんでね、僕のこの格好も多分ね馴染むと思うんですよ。
あれ本当にいけるなこれ。余裕だ。いけるぞ。聞こえてないぞ。俺まだ聞こえてないな。分からん。来た。あれ？なんか奥に。嘘でしょ。いや嘘でしょ。本当に？お前何やってんだよ。お前何やってんの？俺が竹下通りになっちまった。動画見てくれてありがとう。説明欄の方に機械室、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。うつすりー。行こうぜ。行こう。